にゃーにゃーん、どうも、こんにちは、シュンキービシュンのシュンです。シュンキービシュンのラジオトーク、イェーイ。第218回、パート218、2020年12月17日のラジオトークです。ってことで、今日のラジオトークはですね、ちなみに、昨日ね、ラジオトーク休みましたね。すいません。ちょっとね、昨日も撮りたかったので、ちょっと休ませていただきました。ってことで、今日のラジオトークはですね、最近寒いよねってことと、あと一つだけね、お知らせってことで、ちょっとね、自分から一つちょっと話しておきたいことがあるので、まあ、そちら話すのと、まあ、最近寒いよねってちょっとね、ちょびっとした雑談のラジオトークになります。決してね、話すネタがないわけじゃございませんよね。いや、まあ、話すネタね、ちょっとなくなってきたなとか思ってるんですけど、まあ話していこうかなと思います。ってことで、まあ、そうですね、最近寒いですよね。まあ、どこに住んでるかはね、もう言わないんですけど、まあ、絶対言わないんですけど、寒いですよね。もうね、朝起きるの辛い。もうね、まあ、できるんやったら、もうじっと布団の中でね、寝ときたいっていうのがね、あるんですけど、まあ、そういうわけにはね、いきませんので、まあ、起きるんですけどね。なんか、急に寒くなりましたよね。なのでね、まあ、寒くなった。で、自分は喉を痛めた。で、咳が出始めた。なんか、喉痛いな。体調崩した、ですね。ねえ、まあ、ねえ、まあ、もうちょっとね、まあさ、もう急に寒くなったらね、もうなんか体調崩すってことね、ちょっと分かっちゃったのでね、まあちょっと、もう自分もね、ちょっとこの体調管理、ちょっとしっかりしようかなと思ってますので、皆さんもね、体調管理しっかり忘れずに、ちょっと、やりましょう。なんか自分が言うのもね、あれなんですけど、で、まあ、こっからですね、一つお知らせってことで、ですね、ここ数日ですね、なんか、動画に関係ないコメントを、ね、動画に関係ないコメントがですね、なんか、打たれてることがあるんですよね。自分ちょっとね、そういったコメントはですね、消してます。はい、ちょっとね、動画に関係ないことは、ちょっとかないでほしいので、ちょっと、あまりにもなんか違うなとか思ったやつはね、ちょっと消してますので、そこだけちょっとご了承ください。あまりにもひどかったですね。ブロック?ブロックエッジかどうかわかんないんですけど、もしあれだよね、そういう手段もね、ちょっと取らせていただきますことをね、ちょっとご了承いただきたいなと思っています。ということでね、まあ、一つお知らせはそういうことです。ってことで、今日のラジオトーク、こんな感じで終わりたいと思いますけど、ありがとうございました。ので、また、明日です。ありがとうございました。てか、自分の声戻りましたよね。いや、違うか。ありがとうございました。